デリカスターワゴンは三菱自動車工業が1979年から生産・販売しているキャブオーバー型ワンボックスカーである。2004年までは日本でも販売されていた。日本で製造する国外仕様は2013年をもって終了したが CMC は継続して生産・販売をしている。デリカシリーズではそれぞれ2代目と3代目の5ナンバー。 三ナンバー車が該当する。同車のパジェロと並び、乗用四輪駆動車の先駆け的モデル。多くの日本製、ワンボックスカー同様、スターワゴンも、基本的には、商用車と共通の設計ではあるが、快適装備の追加や見栄えの向上で差別化が、図られている。駆動方式は、FR と副変速機付きの 4WD エンジンは、 自然吸気ガソリンとディーゼルターボが用意されていたが、二代目のディーゼルエンジン車は、スペースの都合上インタークーラーが装着できなかったため、ケーパパェロ中期と同様の85馬力という非常に非力なものであった。ニトン近い車重による超フロントヘビーの重量配分ゆえに、ブレーキの機きの悪さ等が指摘されたが、4WD モデルは、 クロカンワンボックスという独自のカテゴリーであり、類似の機構を持つ車は数少なかったため後継となるデリカスペースギアと同様にアウトドアユーザーから非常に高い指示があった。故に海外、特に東南アジア諸国では日本車としては異例なほど高評価を得ており、中古車が多数輸出されている。2代目デリカの常用モデル3代目デリカの 常用モデル標準とロングの2種類のホイールベースに平屋根のエアロルーフかハイルーフが組み合わされる。ワゴン 2WD にはハイルーフに多くのサンルーフを追加したクリスタルライトルーフを設定、世界初の電動サンシェードも備わる。バンとワゴンの 4WD は全高を小型車枠に収める関係でエアロルーフのみ、ワゴン 4WD は標準弱のみでのスタート。 バンはスライドドアを両側に持つ。エンジンのラインナップは2.0リットルと2.5リットルガソリンとターボ付き85馬力の 4D56 型2.5リットルディーゼル。なお、販売当時は RV ブームの最中であったため中古市場ではグリルガードが装着された前期型から中期型の個体が圧倒的に多い。ありがとうございます。